4月16日にニューシングル「時空を超え宇宙を超え」「パスワード Is0」をリリースしオリコン週間シングルランキング5作連続1位の快挙を達成したモーニング娘。14そのリーダー三重咲美のグループ卒業が発表された2003年「シャボン玉で」で田中玲奈亀江恵里と共にロッメンバーとしてデビューを果たし自らのことを かわいい、かわいい、と言い続ける自己中キャラ等でブレイク。しかし、長年にわたって共に戦ってきた先輩や同期がすべて卒業した後は、リーダーとしての責任を全うするべく、時に葛藤しながらも、年齢の離れた後輩たちを必死に引っ張ってきた。故にメンバーからの信頼は厚く、2013年11月、モーニング娘。コンサートツアー2013秋。 チャンス、日本武道館公演で、これは私、個人的なお話なんですけど、私にとって先輩も同期もいないっていうツアーは初めてでした。正直、大丈夫かな、って思いました。でも、大丈夫でした。それは、なんでだと思いますかそれは、後輩たちが頼もしくなっていたからです。と彼女が言った際、後輩たちが一目もはばからず大号泣した場面は、 道重がいかにリーダーとして優れた存在であるか語る上で欠かせないエピソードとなっているまた彼女は今のモーニング娘。を知ってもらいたいという自身のそして先に卒業していった全メンバーたちの願いを叶えるべく最後まで諦めることなく奔走その思いをテレビ番組で涙ながらに語ったエピソードも有名だが気づけばモーニング娘。は オリコン週間シングルランキング5作連続1位という、同グループにとって前代未聞の快挙を達成、道重さゆみ、リーダー時代に2度目の全盛期を到来させ、再び世間の視線を振り向かせてみせた、CD 発売日にイベントがないこともあった時代のモーニング娘。から、今日の、モーニング娘。ワンフォーまでの歴史をけなげに駆け抜けてきた、道重さゆみ、彼女がいなければ、 という言葉から始まる話はあげればキリがない。そんな偉大なるアイドルが、本日、山口県、周南市文化会館公演にて、今年の秋ツアーの最終日をもって、モーニング娘。ワンフォー、並びにハロー、プロジェクトを卒業すると、発表、モーニング娘。のメンバーである以上、卒業は必ずやってくる。 この抗いよいのないストーリーを痛いほど熟知しているファンでさえも、三津茂の卒業発表に対しては、各 SNS サイトのコメントなどを覗いてみると、うまく言葉を紡げないでいる人は多い。なぜなら彼女は、モーニング娘。最年、に誰よりも人生をかけた立役者であり、同時にあらゆるファンから親しまれている愛すべきキャラクターの持ち主であったからだ。とはいえ、 今年の秋ツアーの最終日をもっての卒業は覆らないプロデューサーのツンクも療養中という状況下で他のメンバーはどのように残された日々を過ごすのかそして三重さ由美はモーニング娘。での人生をどう締めくくるのかモーニング娘 .14 にとって最大の転換期となるシーズンぜひ活目ししてほしい。